イァンエル・ゲラ・ブヒアは、スペイン、サンタンデール出身の元サッカー選手、サッカー指導者、スペイン代表であった。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。クラブ初期の経歴カンタブリア州のサンタンデールに生まれ、マンチェゴ CF でサッカーを始めた。その後、アルバセテ・バロンピエの下部組織に移り、1996から97シーズンは、 セグンダリビシオンで14試合に出場した1997年夏にチームメイトのセサルゴメスと共にイタリアセリエ A のエースローマに移籍するが1997から98シーズンは失望しか残せなかった。1998年夏に RCD エスパニョールに移籍すると1998から99シーズンは リーグ戦37試合に出場して際立ったパフォーマンスを見せた。レアルマドリード1999年7月、強豪レアルマドリードに移籍した。レアルマドリードではすぐさまレギュラーの座を獲得し、移籍初年度の1999から2000、シーズンには UEFA チャンピオンズリーグ優勝を果たした。決勝はバレンシア CF との同国対決となり、エルゲラは スイーパーとして先発出場している。2000から01シーズンにはリーグ優勝。2001から02シーズンには2度目の UEFA チャンピオンズリーグ優勝。2002から03シーズンには2度目のリーグ優勝と主要2大会で交互にタイトルを獲得。2002年の UEFA チャンピオンズリーグ決勝ではストッパーとして出場し、バイエル・レバー,クーゼンに2-1で勝利した。 2002年にはインターコンチネンタルカップでも優勝して世界王者にもなっている。センターバックでの起用が多いが00から01シーズンではフェルナンドレドンドが対談したことにより本職のセンターハーフとして起用されていた。ボランチとして完成された選手であったため DF よりも MF としてのエルゲラのプレーを高く評価する声も多く上がっている。2003年に DF、フェルナンド・イエロが対談すると、守備のようとして、一層の活躍を見せたが、2005から06シーズンと2006から07シーズンはチームにとって、不可欠な選手とは言えず、2シーズンでわずか42試合しか出場できず、得点は2006年10月28日の、ヒムナスティック・タラゴナ戦での1点にとどまった。2006年夏には、新加入のマーマル・ディアンラに突然背番号6を、 奪われ、ユースチームで練習させられたため、契約が2009年6月まで残っていたにも、かかわらず他クラブへの移籍を予感させた。しかし2006から07シーズンはレギュラーに返り咲いて、リーグ優勝に貢献した。2007年夏には、DEF、クリストフ・メッツェルダーや DEF ・ペペが加入し、余剰戦力となったため、レアル・マドリードとの契約を解除した。 バレンシア CF2007 年7月20日、バレンシア CF と3年契約を結んだ。契約の際の記者会見では、バレンシア CF への移籍を長い間待ち望んでいたことや契約を喜ばしく思っていることなどを語っている。2007から08シーズンは重要な役割を担い、コパデルレー優勝に貢献した。しかし、二千八から零九シーズン前半戦はほとんど、 出場機会がなく、2008年12月12日に、バレンシア CF との契約を解除した。FC ディナモブカレストや、ロサンゼルスギャラクシーが、エルゲラ獲得に興味を持っていることを明らかにしたが、契約は実現せず、2009年後半に、現役引退が発表された。代表1998年11月18日、イタリアとの親善試合で、スペイン代表デビューした。 UEFA 欧州選手権2000と UEFA 欧州選手権2004の2度の UEFA 欧州選手権に出場したほか日本と韓国で共催された2 0 0 2に FIFA ワールドカップにも出場しているこの大会で疑惑の判定が相次いだ準々決勝韓国戦終了後には判定に不服を唱えて審判に殴りかかった2004年までに55試合に出場し 4得点を記録した。2006FIFA ワールドカップに出場するメンバーからは外れた。2020年5月、2020から21シーズンからセグンダ・ディビシオン B のラスロサス CF の監督に就任すると発表された。だが2020年11月、わずか4試合で解任された。長年交際していた女性と結婚し、 2005年11月30日と2008年に、息子が生まれた。弟のルイス・エルゲラは、ミッドフィールダーとしてプレーする、サッカー選手で、レアル・サラゴサ、デポルティーボ・アラベス、ビチェンツァ・カルチョなどでプレーした。ありがとうございます。